ブルークリスマスは1978年11月23日に公開された日本映画。東方映画制作岡本喜八監督により倉本荘のオリジナルシナリオ UFO ブルークリスマスを映画化した。アメリカ映画スター・ウォーズによる SFX 映画ブームの過中にあって特撮映画の本家である東方が特撮を一切使わない SF 映画を目指した。 意欲作として知られる。倉本宋のオリジナルシナリオは、UFO と地球人類の遭遇そのものよりも、それによってもたらされる変化を異物として排除しようと、する国家の暴略に重点を置いた政治ドラマである。その暴略は、最終的には、軍事力による青い地の人間根絶で達成されるが、その過程として、倉本は、 放送メディアを利用した政治的プロパガンダを必要に描く。倉本のシナリオは制作の前練に、キネマ旬報に掲載されて、それを当時東方映像の社長だった田中智之が目に留めたことが制作の契機になっている。田中は東方特撮映画のプロデューサーであると同時に、マたンゴの頃には SF 作家を招いた企画会議を開催するなど、 大の SF マニアとしても知られる人物で、そうした性格が、東方のお家芸である特撮とは遠藤い倉本の脚本を SF として面白ければとして受け入れる英談につながった。岡本喜八の起用は、長年コンビを組んできた田中の要望によるものだったが、岡本自身 UFO との遭遇を常に夢見ているような性格だったという。岡本は映画の公開に合わせて出版された、 シナリオ本の序文で、倉本の脚本をプレゼントとして喜んで受け取ったことを実感している。また、即座にカメラマンを手配して、クリスマスの実景を撮りまくった。しかし、脚本の改変一切不可という倉本の要望には、岡本も相当難色を示したという。岡本は、倉本の脚本を電話帳のように、分厚く、世界各地でロケ撮影をしなきゃいけない。 莫大な予算と労力がかかる脚本であり、一時は映画よりもテレビドラマでやるべきと不平を漏らしたこともあった。しかし、倉本と協議した結果、アメリカ大統領と国務長官が青い地の人間の処理を格索するホワイトハウスのシーンと暴走族が特殊部隊に襲撃される北海道のシーンをカットすることで、岡本は映画を完成させる自信を得ることとなった。なお、 一般には中台達也主演の第一部が岡本タッチであり、第二部の勝のようと、竹下稽子のラブストーリーが倉本タッチと言われているが、むしろ校舎の方に岡本タッチが如実に現れていると本人は語っている。国営放送の報道部員、南は京都で開催された国際科学者会議で、 UFO の実在を訴えた直後に失踪した兵道博士の行方を追ううちに世界各地に UFO が頻繁に現れそれと遭遇した人間の血が青く変質する事実を知る南はその事実を報道しようとするが放送局に政府の圧力がかかって頓んざせざるを得なった上に左遷させられる青い血の人間が世界中で急激に増加する事実を 各国の政府が陰徳する裏には、異性人への疑いに不安を膨れ上がらせた、主要国指導部による陰惨極まりない暴略が、隠されていた。世界規模で人権の一切を否定された、青い地の人々に降りかかる惨劇の数々。そしてそれは悲劇への道でもあった。ありがとうございます。